いよ平成27年度の高校総会が始まります。石山には県内一の豪雪というハンディキャップがありますが、そのハンディを創意の工夫によってウィンターシーズンを乗り越えてきたはずです。その厳しい日々の練習を忘れることなく試合に臨み大いに楽しんでください。結果はおのずとついてくるはずです。25に行われる地区高総体に出場します。全員で県大会はもちろん東北大会を目指し頑張ります。今日の激励ありがとうございました。ありがとうございました。私たち男子卓球部は4月24、25日に三沢で開かれる地区予選に出場してきます。今までの練習の成果を発揮し一生でも多くできるように頑張ってきます。私たち女子ソフトテニス部は高総体地区予選に出場してきます。個人戦では1回戦突破を目指し、団体戦では県大会に行けるように頑張ってきます。